今回のハウトゥーナビは、耐火レンガを使ったロケットストーブの作り方を紹介していきます。用意する材料と道具はご覧の通りです。整地した土壌に1段目レンガを9枚水平に敷いていきます。2段目にレンガ7枚を囲むように隙間なく積んでいきます。同じようにレンガを4段目まで積み上げていきます。5段目から半分のスペースにレンガ4枚を囲むように隙間なく積んでいきます。同じようにレンガを8段目まで囲みながら積み上げていきます。ごとく用にレンガ2枚をセットします。燃料口に鉄用の網ネットを敷いて土台は完成です。ここからは実際に使用していきます。ごとくに調理器具をセットします。燃料口に薪を入れガスバーナーで着火します。簡単に燃焼が広がり使用することができます。いかがでしたか？耐火レンガで作るロケットストーブの作り方、ぜひチャレンジしてみてください。